これが2013年の方の地図ですね。ミニアメリカを作ってしまっています、ここに。前述の通りですね。それでですね、こちらが1963年発行の、都心部ですね。もうすでに出来上がってしまってるんですけれども、中央線を境にアメリカの形をして、それで、祖父はいろんな書き込みをしてますけれども、やっぱりこの辺が、松平、徳川昭武の、居住区ですね。こちらの方に多く、記述がありまして、で、祖父が書いたものを見ますと、こちらの方が気になってたようですね。松平、違う、徳川昭武ですね。徳川義勝の弟が、移り住んだところがこの辺りになりますけれども、隠居して。途上邸ですね。この辺りです、松戸の。で、大体古い、そういう権威のあるところとか、古いところに、権威のあるものですね。イギリスでもそうですね。ヨーロッパでもインド系っていうのはちょっと厄介な民族って言われていて、イギリスは大英帝国で権威があったので押し寄せたんですね。ムガール帝国とか、あと中東の方ですね。日本も同じです。で、1963年にもこういう、この辺り一帯がフィリピン人とインド人、あと、東南アジア系ですね。移り住んできて、今ではちょっと物騒なんですけれども、この北葛飾郡っていうのは、3号市とかのもっと奥ですけれども、この葛飾ってついてたところですね。こちらは葛飾区亀有発祥って漫画がありますけれども、葛飾とついているところは、クズの飾りって、クズの飾りの郡ですね。要は、どうしようもない人たちが、ここに、移民として居住させたのが始まりだと思われます。それで、